はいどうも皆さんこんにちは、ピョツキチャンネルオープンスのピョタです。さあ今回もスプラトゥーン3マッチやっていきたいと思います。今回使っていく武器はこちら、ドライブワイパーちょっとかっこよさげにね言ってみたけど、さあということでドライブワイパー、こちらトーピードウルトラハンコのね、まあスプラトゥーン3始まってすぐのところからずっと出てきている3の新武器枠でございます。こちらなのですが、まあアップデートによってね、ちょっと前のアップデートになりますが12月の3日だったかなによって塗りがねかなり強くなったと。いや、おお、前までこことかこことかが抜けてたりしたんですよ。歯抜けの感じで塗れていたのが、もう見てください、やべ強っ塗りがめちゃくちゃ強くなりましたね。いや、これはすごいっていう状況になりましたので、今回はギアのところにスペシャル増加量をかける3を持って、もうウルトラハンコ、いや間違えましたね、高級クイックボムを存分に使い遊ばせという状況で頑張っていきたいと思います。今回はバンカラマッチガチヤグラやっていきたいと思います。そういえばなのですが、フェス発表されましたね。スプラトゥーン3第3回フェス、好みの味は辛い甘い酸っぱい、こちらがね1月7日の9時から1月9日の9時まで48時間で開催されるということになりました。皆さんはねどの味を選びますか？僕としてはもう消去法になりますが、辛いのと酸っぱいのが普通にそんな得意じゃない方なので、もう甘いの一択ですねいやー、皆さんどうですかね、酸っぱいのが好きな人とかいますもんね。梅干しとか僕なかなかね食べられはするんですけど、この中から自由に食べていいよって言われたら絶対に手をつけないレベルっていうね、そういうレベルのちょっとやだなーっていう苦手な部類には入ります辛いのに関してはまあある程度はいけるんですけどね。ですがまあ辛いものが好きかと言われたら好きじゃねえ、それよりかは甘いケーキとかそういう方が好きだよっていうね、まあそれを超えてもさらにしいって、塩味とかの方が好きなんですけどね。塩味じゃよ、勘弁いったいお相手さん、プライムシューターコラボスクイックリン、もみじシューターの、スプラシューターコラボとなります。さあこちら側のチームがバケスロのデコ、バケスロデコスプラチャージャーコラボ、そして、もみじシューターですね。あとドライブワイパー、今やられてばっかりのドライブワイパー、いいとこなし。さあカウントリードをされてしまうトーピードをぴょんぴょん投げていきましょう。ハッピーだよ、いやートーピードだよ、いやートーピードだよ、ははっ、わやったぞ、なんかうまくいったね、やったね。さあ出るか、うわーなんか乗れた、トピコロコロ、なーにゃなーにゃなんやらなんやら、え、あれいない、うわーふっ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 、いるよね、いますよね、カーポンカーポンカーポンうわー投げろ、なにこれもうなんか適当すぎませんちなみになんですけれども、イカ速とかイカ忍者はつけないのっていう話なのですが、今回は塗りを生かしたスペシャル増加編成でガン攻めするので、正面切ってもう突破していくという構えでいきます。つまりは隠れる必要なんかねえんだよ、正面突破だっていう、そういう状況でございます。ね、めちゃくちゃやられてる人がそれを言うとなんだかシュールで笑えてきますね。いる？あーそうい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 そう、高級クイックボー外れたか、よし一人やった、なんで一人やれた適当すぎません、自分が誰やったかぐらい把握しとけよっていう感じですが、バケスロのコラボさん、ちょっとヤグラに対しては厳しいのではないか、
と思いますけどね。ウェイ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 、タメ切りタメ切りタメ切り、我が輩はタメ切り侍でござるよ。タメ切り侍って何？ただの居合じゃ。ドド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 ド、ファイアボール、ファイアボール、ひー痛い。なんか逃げられたかな。ほい、おー逃げたね。やったぜ。あとちょっとなんだ、あとちょっとなんだ。てやっ、僕はダメージ被弾ボイスが汚いことでね、おなじみですからね。キャラクターがダメージを食らうと僕自身がそれ以上に汚い声を吐いてしまうというね。悪循環。なんか綺麗なさ、よくバトルアニメとか、バトルアニメっちゃダメだな、なんかよくゲームのキャラクターがやるような感じの痛いみたいな感じのことをやりたいよね。ワープね、高級クイックボーム、ボンバーいって、そう9万ボム刺さってたのか。もうハンコをバシバシやらないんだもんな。高級クイックボームじゃねえよ。完全にもう扱いがさ、ひでえもんよ。何が高級クイックボムじゃ、おらーバンバー、トライファイアトウテイアトウ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 、ファイ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 、ファイタイ、クーボムが強い。あとちょっとなんですけどね、攻めっ気は足りてるはず。逆に言うと攻めっ気しかない。守りなんて捨ておけと言わんばかりに、くれてんじゃねー、せい、投げます。誰もいないね。うん、誰もそこにはいないようですね。ヘイヤーヘイヤーヘイヤー、高級クイックマン、やっとめやっとめ、ファイヤー、痛い、これまずいぞ、ファイヤー、耐えろ耐えろ耐えろ、よっしゃ。やった、なんか勝てた。ひでえな、勝ちの理由なんかって。怒られるぞ、ガチ勢に怒られろっていうレベルですね。まあ後半のところのあのボム投げ、ボムナチュラルに今ハンコのことボムって呼びましたが、ハンコを投げてからのキル2連続は良かった気がしますね。ていうかトーピードをはびこりすぎじゃない環境に、僕が言うのもなんですけどね。現在トーピード持ちのドライブワイパー使って言うのもなんなんですけど、楽しい。なんかより本来の動きたかったハンコの動き方ができてる気がしますね。結構ねハンコって今まで足場塗りもできないし、塗りもできないし、攻撃力は対面するんだったらローラーでよくね感があったんですけど、まあハンコも強化をもらって、メインも強化をもらって、ようやくやりたいことをやれるぐらいになってきたって感じがしますね。まあさすがはメイン武器って感じ。メイン武器っていうか、まあスプラトゥーンのね3の看板として弓と並んであるワイパーなだけありますね。最初出てきた時ワイパーってなんだってなりましたけどね。なんかねえ、筆とローラーがあるのにもかかわらずワイパー、ワイパーみたいな。おっとちょっと長いんじゃないか、これは怖いぞ。ボカロ好きももっち。ボカロ僕も好きだぜ。さあ皆さんよろしくお願いしますの、ナイス。誰からも帰って、めちゃくちゃ帰ってきた、ありがてえ。あったかい世界、外は冷たいですが世の中はあったかい、世間は冷たい、逆か。世の中は冷たいけど世間はあったけんだよ。やばい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 
ヤグラだったら採用圏内にまだ入るんですかね。あば、あばば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 、そーい、トピーだよ。フェアさすがにわかるわ。高級クイックボーム、ダメ。もう本当にクイックボムなんだよな、扱いがひでえもんだぜ。イエーイ、やっぱワイパーの方が強えよ。あんなローラーよりもめちゃくちゃ強えじゃねえか、ワイパー。ワイベイベイベイ強っ、イエーイ、暴れ回れ。今日は祭りだぜ、盛大に暴れ回ろうぜ。イエーイ、ズドドドドッヘイズドド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 ヘイズドド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 ヘイズドド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 ド結構採用は見るんですが、まあ縄張りバトルあんまり参加してないですけどね。ガチバトルとか X マッチばっかりなんですが、わお。いやー、ワイドローラーだと思わなかった。普通にスプラローラーだと思ってましたね。お相手さん、ジムワイパーのシャープマーカー ×2、そしてワイドローラー。まあワイドローラーの嫌なところは吸引機。普通にもうあれに関してはね、えもう名前忘れた、スプラッシュシールドに関してはほぼね、ヤグラ状に展開できる人なんて稀ですからね。よほどのガチ勢のみなので、あれに関してはもう気にしなくていいところでしょうというのが正直な感想。それって僕の感想ですよ。それってあなたの感想ですよね。せやな、私の感想だ。なんか文句あんのか、おらバチ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 、逃げまあまあでもこれ結構ね、あのタゲは気を引くからね、時間稼ぎにはもってこいなんですよね。さあ味方さんがちょっと落ちている、気をつけましょう。ジムよりもね、足元塗りがしやすくなったっていうのはでかいですよね。隠れてます、隠れてます、くえっ、ひゃっひゃっ、なんか耐えた。ここは塗りを生かしていくぜ、塗りを生かせ、生かす間もなく終わっちーな。うわぁ、竹竹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 竹若竹るのみこと、オッケー、もうノリと勢い、これは裏取られた、これはうまいですね。33、第2関門まで進ませちゃいけないですが、第1関門なのでね、まだまだ余裕、うーん、よっちゃいそない、危ないですね、危ない、ヒュッ、オーマイグー、やばい、乗ってけ、うーん、進まれたか。くー、ここのところはやっぱりナイス玉持ちとかがいると変わりますよね。やばい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 、間に合わなかったか。いやー、一気に攻め切られましたね。ナイス生持ち、トリプルトルネード持ち、やっぱりヤグラの強制ストップができる組はこういうところではありがたがれますよね。おおなんだこれ、なんか鳥からマッチしたかのような片方は動かないし片方は動くしで、まあキルデス自体は普段使ってない武器にしては動けた方じゃないでしょうかね。お相手さん、特に一回裏取ってきたシャプマさんがすごい上手い動きをしてましたね。あそこに関してはもう素直によくやるなみたいな、そういう感じさあ、サーモンランの実況を始めてからね、結構チケットがフードチケットがね多く入るようになって、僕自身は嬉しいですね。ホクホク、この塗りですよ、見てくださいよこの塗り、わあ強っ、
もう塗り拭きじゃんこれっていうレベルで塗れてますからね。うわー、強いのもそうですし、行動がしやすくなりましたよね。一発塗ってこうやって前に進むっていう行動がしやすくなったので、かなりその点が一番塗りが強くなったっていうことの恩恵を受けれるのは、この前へ詰めやすさ、後ろへの退却のしやすさがね、挙げられると思います。いやー、使ってみてね、なんかほんと異次元で使いやすくなった。さっき床だから違和感を感じなかったですけど、敵インクの中でこれをやるとね、敵インクに引っかかるとかなり減速するんですよね。そしてダメージも地味に受けますし、それを考えるとまあやっぱりこれがあるだけで変わりますよね。さあお相手さんは、お相手さんも二次シューター、違う、バケットスプラッシュじゃない、これヒッセンのスプラマニューバーのスクイクリー、わー危ねー。あっあっ、くそ、気づいた時に遅かった。ヒーセン、ヒーセン、こちらがバリアブルローラーハイドラントの若葉シューターのドライブワイプー、ドライブワイプー、さーてとドライブなワイパーをお見舞いしてやるぜ。綺麗に弾かれてった。おー、ローラーが頑張ってるけど、どうだどうだ、もみじシューターも倒した。ここでここでこちらが取り返しましたね。よかったよかった。いやー、にしても塗られすぎ、やばいですねこれ。やめろやめろやめろ、やめるんだバイキンマン。なんだ今の綺麗なっていうか声の高いアンパンマンは。やめるんだバイキンマン、出たなお邪魔虫め、うえお邪魔虫にやられたんだけど流れすごかったな。お邪魔虫って僕のことじゃないのっていうレベルに出た。うわー、これはまずい。させるかー、ボッカンボッカンボッカン、よっしゃい、一人持ってった。スプラマニューバーにやられたけどスプラマニューバーを持ってった。どっちがいいんですかね、ドライブワイパーとスプラマニューバーっていちいち交換どうなんでしょう。まあ普通に攻め込まれてる状況で敵の数を1人減らせてるっていうのはでかいなんじゃないかなっていう感想。わー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 、やべて、バレてる、バレてるからやべて、うわー、シュシロイロイ、ほうへい、ほうカメハメハー、カメハメハー、カメハメハをグーで殴ってるのダメだよ。さあということでマニューバーがカニタンクを起動している。カニタンクは再生圧力が高いからにゃ、ここら辺に、うわ、いやー、必戦立ち回りのうまいね祝砲のようにトーピードが散らばる。なんだ今の鳥の鳴き声、お前ら雑魚みたいな感じで鳴いてましたけど、寝てんのかおらーみたいなねこじつけ。いやー、まあ一勝したところまでは良かったんですけどね。この座ってんのかわいいな。魔王近衛兵かける2だもんね妹に変な名前つけて遊んでますけど。さあプラス収支はマイナスですねこれは。まあ最近そもそもあまりねガチマッチはやってないんですよね。動画内ばっかりやってるの。今現在ドライブワイパーが3回目なのであと1回やりましょう。ヤグラに対しては強く出れるはずなんですけどね。ホコでもこれだったらホコも結構持たないでやるのも以前はよく持ってた感じなんですけど、持たないで道作るのでも使えそうですよね。このドライブワイパーだったら、前のドライブワイパーだったらちょっとね不
不安でしたけど、ここ持ちめがけてトーピードー反抗みたいなことができますし、いやこれがね、ウェイ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 、これがね前転をうまく当てるようにしないと。以前まではバグでかなり範囲がちっちゃかったり上の方に判定がなかったりみたいなことしてたんですけどね、今は上の方まで当たるらしいのでね、味方強っていうゴツガロンさん、あなたが活躍しないとヤバそうなチームですけど、かカノン、まあ、とりあえずナイスを。どっち、たまに開幕カモンする人はね、みんなで私についてきてヤグラ取りに行くからみたいな。うわ向こう早っ、チェー撃てー撃てー、ほなてーいてー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 、ひまわりみたいな感じでドーラードーラートーレイフォー、やめてーやめてーやめてー、私のことをなんか誤解しとれやせんかー。金網ってすり抜けるんですね。あーなんかいろいろついた、ひゃーてや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 ー、なーにやってやー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 、痛い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 、ごっつさんだな上ですね。味方強いじゃない、お前が強い、誇れ、味方じゃないお前が強い、お前が強い味方となっているんだ、誇りたまえ。ボンバーですね、うーん、普段ははびこってるスプラシューターコラボが今日はいないですね、敵にも味方にも。わーお、シシルイルイさんですね。誰？ふうふうふう、いた。下手くそー、エイム下手くそー。わー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 、痛い。終わったね。これは終わりましたね。お相手さんからしても気持ちよかっただろうね。さあということで試合終了。うん。まともに戦った試合1って感じ。プロコン調子悪、そして味方強っていう方なんだろうな、プロコン調子悪の名前を1ヶ月間背負ってる人もそれはそれですごいんだよな。そうということで初手負けです。負けちゃいましたか。結果的にはどうですかね、ノックアウトノックアウト頑張ったまあはい、全体的に僕自身は使ってない武器っていう感じの動き方をしてたと思いますね。これはこのセオリーの動き方がわからないですからね。一応練習としてこの踏み込んでゼロ距離でやーって切るやり方はね、練習はしたんですよ。まあ練習ってかもうこれ基礎動作ですけどね、一応基礎動作なんですけど、この踏み込みって結構ね、なんか目測を誤ったりとっさに出てしまう時があるんですよ。ここで踏み込まなくてもこれで切るできるのに、こう溜め込んでうわーってやってミスるの。ワイパー使ったことある人ならあるあるだと思うんですけど、踏み込んだーってやって敵をね綺麗になんかねスカッとしちゃうみたいな動かないでいいっていう時に動いてしまうとか、逆に動かなきゃいけないのに動かないでこうしてしまうみたいな。まあこの場合であればね、別にパーンパーンパーンってやったり、タメ切り近づいて一発ってやったら倒せるので、そこら辺はいいんですけど、一番やばいのは横を通り過ぎちゃった時のこのね、なんとも言えない、あーミスったよこいつみたいなのが見られるこの視線が一番怖いっすよねさあということで今回はここまでといたしましょう。ドライブワイパー、これかなり塗りが強くなったので、下手しなくても塗りのバトルにも持っていけますね、塗り武器として。もともとトーピードはまあまあ塗りが強かったんですが、
まあ環境にはびこってる武器もそうですが、基本的にはねすぐ潰されちゃうんですよね。展開すると塗りが強いんですよ。まあ一旦このスペシャルゲージのため具合だけ最後にね塗りリセットで見せますけども、ほい、通常投げたらこれなんですよ。下の方にやったら足元とここだけで、他をやるとどこが分かりやすいかな、まあここでいっか、上にペーって投げて発動させると、そこ行くの、こんな感じで広範囲に拡散するので塗りの範囲が大幅に増えるんですよね。なのでそれを利用しないと、逆に言うとサブだとあまり塗れないんですが、ハンコでね頑張るしかなかったんですが、メインでこんな塗れちゃうんですから、わお、すごいですね、すごい、でもこれ感動ものですよ。前まではバグ技を使って6発目までやらないと塗りが綺麗にならなかったんですけど、全部6発目みたいな感じになってますね。ということで今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。